ホテルニューコシガヤ知ってる？スネークマンション知らない。シーター、気をつけて。カフェ飲んだ。分かる。エディ？エディだろ？ さ、 愛と真実の使徒桑原萌一がお届けしております。 今や世界のプロフェッサーと言われてる坂本龍一がコント番組に出てたので、すごいことですよね。ちなみにトリオザテクノっていう名前の漫才トリオのね、 YMO は作ってましたね。昭和50年生まれです。さあ、選手の皆さん準備よろしいですね。マーシャルの皆さんもありがとうございます。 それでは参りましょう。8分間の周回レース、TTチャレンジクラス A クラス、スタート10秒前。最先者と、瀬戸選手がトップを守って、現在1位、あっと1位、瀬戸選手、トップを守る。 しかし抜け出したか、ここはグリーンの場所に瀬戸選手、ハワールショットを奪って4番に2周目に突入。さあ、2番手に大丈夫じゃなかった。3番手に高橋選手が予選に残ったからでしょう。さあ、高橋選手です。じゃあ、現在1周目、2周目にして、3つポジションを争っているのが3番手。さあ、その1周目の場所に4番手を争いましたが、選手、さあ、高橋選手、2番手、高橋選手、2番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 手、
さあ、伊沢選手はティアドル選手との間を常に一定に保って勝ち越ているような状況ですね。状況ですが、あ、次は伊沢選手の前に岡崎選手が勝って、岡崎選手の現在に関して結構5番目が勝利。さあ、イエローの結構2番のマシンが現在2番手、結構5番のマシンが3番手、結構3番のマシンが4番手、そして高橋選手が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 
岡田健一ボール、瀬戸選手ボール、瀬戸選手勝ち取る。岡田選手、高井選手ゴール。順位変わらずでした、近藤選手ボール、岡田選手、高井選手決めて、全員高井。長丁場お疲れ様でした。